はい、今回はですね、誰やねん、誰やねんになるのかな、うん、松並ですよ。松並、これなんていうの、正信、うん、この人さ、ミスターガンバってよく言われてるよね。何をもってミスターガンバなのかよく分かってないよね。ガンバでそんな活躍したんかね、そんなレジェンドやった。多分日本代表にはなってないと思うんですけどね、多分、うん、日本代表だった記憶がないんでね。まあそれは若い世代では入ってたのかもわかんないですけど、やたらミスターガンバと言われてるよね。逆に恥ずかしいんじゃん。本人どこがミスターなんと思いながら、まあまあまあよくわかんないですね。例えば福田とかやったらさ、ミスターレッツって言われても、まあ一応昔活躍してたよなとか、得点王になってるからね。で、あと日本代表になってるし、あれねんけど、ミスターガンバで全然活躍してないんじゃんと思いながら。じゃあほんと記憶ないですね。レギュラー出てたんでしょうか、全くよくわかんないですね。で、ガンバ以外でもプレイしてたんかな、それすらの記憶がないな。今何してんやろ、フロントかなんかにいるんかね。一時なんか暫定監督とかやってたよな。なんかそんな気がする。暫定監督、所詮は暫定ですからね、正式な監督じゃないですよね。で、一時昔あれかな、ガイナーレ鳥取かなんかで監督やってた記憶はある。多分成功してないと思うんですけど。まあ何歳、40、アラフォーか、アラフィフか。ねえ、なかなかミスターガンバって言われには別に大した実績ないと思うんですけど、どんな人やったんですかね、詳しくわかんないですね。高校サッカーで騒がれてたような噂は聞いてますけど、見てないんでね。騒がれてたんですかね、ちょっとわかんないです。まあでも今後はね、どうしていくんでしょうか。ちょっとわかんないですね。監督は多分無理でしょう。そういう感じの人じゃなさそうなんでね。ガンバの社長とかになるんですか。